んにちは、東堂輝明です。根本美希です。今回は10日目で大阪府でございます。はい。そして演奏してくださるのは三味線が上原淳之介さん。はい、はい、沢田克幸さん。はい、はい、尺八が米谷武正さん。よろしくお願いします。鳴り物が南駒和美さんです。皆さんよろしくお願いします。おなじみです。いや、大阪ですよ。大阪、大阪、はい、ね、大阪っていうとやっぱりあの威勢のいい感じがで、面白い人が多いとかね、うん、面白くないとダメあんたみたいなね。おちょやりますよね、うん、おちょやんやってますね今はね。おちょやん、そうだそうだ、たこ焼きとかね、お好み焼きとかね、うん、美味しいものいっぱいありますね。土手焼きも豚まんもかすうどんとかね。まあ、でもね、これはね、大阪の歌はこれをやりたいなと思って、今日はあの藤本松福さんじゃなくて沢田克幸さんになってもらって、あの太い三味線をちょっとね持ってもらって、その代わり失業したのが上原淳之介さんで、で手拍子担当とお囃子が担当になりました。ああ、そうそう、いいね、はい。そんなわけで、はい、河内音頭行ってみたいなと思います。にぎやかにね、いいと思いますね。はい、はい、では大阪府は河内音頭お送りします。ちょっ、お見かけ通りの弱敗でよ、そう。Yeah.